剣道やってる人だったらお家にたくさんある手拭いで手拭いマスクっていうのが作れるらしいんです。百秋武道具店の動画。わあ、マスクがないよ、マスクがないよ、ワイに任せい。あ、その声は切り返し仙人。剣道をね、やってる子ならね、みんな持ってる手ぬぐいでね、手ぬぐいマスクが作れるんだよ。なーにー、ほら完成だ。わーい、ありがとう切り返し仙人。か、カエルくん、マスクかけてる場所違うで、それ耳ちゃうで、目やで。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。おー、マスクないよね。そんな時に剣道やってる人だったらお家にたくさんある手拭いで手拭いマスクっていうのが作れるらしいんです。しかも縫わない、たった5分。ミシンとか針とか糸とか型紙とかそういうのも一切不要。すごく簡単で小学生にもできるみたいです。じゃあ早速作り方を紹介します。簡単な4つのステップでマスクが作れます。必要なのは手拭いとハサミだけ。1枚の手拭いから2枚のマスクが作れます。まず最初に耳にかける紐を作ります。手拭いの短い辺の端から1、2センチのところに切り目を入れてビリビリビリ、手で破ります。手拭いは手で裂ける特徴があります。紐は全部で4本作るので、長いのを2本作って後から半分に切って使います。1枚の手拭いから2枚のマスクを作ることができます。残りの手拭いを半分に切ります。同じように真ん中に切り目を入れて、これも手で半分に裂きます。ビリビリビリ。最初に作っておいた紐もこのタイミングで半分にしておきましょう。手拭いを3分の1ぐらいになるよう重ねて折ります。顔の大きさに合わせて微調整してください。いよいよ手拭いを折っていきます。ご覧のように手拭いの上に紐を2本乗せて、まず片側から紐を中に挟み込んで折り返します。反対側からも折り返して、真ん中で挟み込むように中に入れます。顔に合うよう長さを見ながら紐を結びます。そして結び目はマスクの本体の中に隠します。以上で剣道手ぬぐいマスクの完成です。できました。ほら、いいでしょ、意外といいでしょ、こんな感じ。以上が剣道手ぬぐいマスクの作り方になります。今回の手ぬぐいマスクの作り方はハンドメイド情報サイトホビースタイルさんを参考にさせていただきました。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。